ちゃん、あずちゃんです。あずさんです。今日も動画見てくれてありがとうございます。上一次影片我跟文章去了下雨的台湾奇迹，吃了鸡排便当，还有炸弹葱油饼。那那个时候呢，他们店里有卖非常多的台湾啤酒。那因为文章呢，他没有喝过台湾啤酒，我们就想说可以买买看，然后让文章喝喝看看文章觉得台湾的啤酒喝起来怎么样。めっちゃ気になってたんだけど、なかなか売ってないじゃん。そう、売ってないですね。だからね、今回あそこのね台湾のお店で売ってたんで、いっぱいね買ってきてもらいました。感想を言ってみたいなと思います。で、今回は4つのビールを買いました。第一个呢是台湾啤酒的甘甜凤梨。那第二瓶呢是普通的台湾金牌啤酒。第三瓶呢是台湾啤酒的香芋芒果。第四瓶呢是果微醺的荔枝口味。我们今天呢就是买了这四瓶酒，还有拿一下酒的洋芋片，还有这个。これね、カリカリのパンがね、ベーコン味になって。アーモンドも入ってめちゃめちゃ美味しい。これねめちゃめちゃねビールに合うんですよ。めちゃ美味しいですよこれ。そうそうそう、ビールがねすごい進んだんですよ。なんでね今回これを買いました。イエーイ。じゃあどうしよう、最初はやっぱり定番の台湾ビールいきましょうか。おお、アルコール分は 5%。 やっぱりね原産国台湾になってる台湾啤酒。对，台湾啤酒。先におつまみもね開けときましょう。一打開就闻到培根的香味。好香好香耶。台湾啤酒開けてみます。おい、いただきます。おお、ちょっときつめかも。結構違うのかなと思ったけどあんまり変わらないかも。こういうものと一緒に食べるとめちゃめちゃ美味しいんだよ。飲んでたら甘くなってきた。やっぱ一口目はちょっと辛かったんですけど、二口目は甘く感じるようだったわ。新入社員の時、22歳の時とかは全然ビールとか嫌いだったんですよ。でもやっぱり会社のみんながね、一杯目は絶対ビールだみたいな風潮があったんで、まあ最初はビール飲んでたんですけど、なかなか好きになれない。でもなんか去年ぐらいからなんか無性にビールが飲みたくなる時あるんですよ。おじさんになったのかなと思って。嬉しくもあり悲しくもあり。酒後不開車。安全有保障。そう言われるといいね。ねえ、ちゃんと書いてる。やばい、美味しい。じゃあ次行きます。次行こう。パイナップルとマンゴーがあるんだけど、どっちにする？あのね、パイナップルすごく気になってて、今日食べに行った店長さんがパイナップルビールが一番美味しいって言ってたの。へえ。だから俺すごい気になってて、次飲んでみようかな。パイナップルの匂いするかな。私も気になる。アルコール分は 2.8%、 結構弱いね。弱めので、原産国は当然台湾になってます。文章很喜欢那个原产国台湾。じゃあ開けていきます。よいしょ。うわー、音いいね。よいしょ。あ、匂った。めちゃくちゃいい匂い。めちゃくちゃいい匂い。ジュースみたい。好香哦。很像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 凤梨汁耶。干杯。ジュースみたいかな。うまい。え、飲んでみたい。え、ジュースみたい。美味しい。飲む時にもすごいパイナップルの匂いがして、あ、これ美味しいんだろうなって思いながら飲んだら、もうまんまパイナップルですねこれ。これねすごいおすすめ本当に。初めて飲んだんですけど、これ本当美味しいな。よかったね。ね、売ってないよね日本で。あ、また買いに行ったらあると思うんだけど。あ、そっか、あそこしかないのかな。なんかアマゾンとか調べたら出てくる気がする。大抵日本のやつってなんか最初だけパイナップルの味がして、うん、で最後はビールの味で終わることが多いんですよ。なんですけど台湾のはがっつりパイナップルの味が最後までします。文章喜欢喝。いや、好き好き好き。だってふんちゃんこれもう半分だ。半分なんだ。もう全部今とか半分半分。すごいな。ちょっと熱くなったんで冷房作ってきます。好酷。原来台湾啤酒现在还有出水果系列。刚跟大家说，因为我跟文章现在不在我们家，我们两个今天出来住饭店休息一下，所以呢，现在我们在饭店拍了这个影片。我现在眼前其实就是东京铁塔，给大家看一下。东京铁塔好漂亮哦！我觉得每次看到东京铁塔，都觉得整个人的心都被洗涤得很干净。然后我们这边这一位真的是一直在喝哎。美味しい本当に。これ本当。これ毎日飲みたい。俺これめっちゃハマったんだけど。就是这一瓶台湾啤酒水果系列的甘甜凤梨。やばい、マンゴー買ってるかな。マンゴー頑張れ。これもやっぱフルーツシリーズって書いてありますね。開けてみます。わあ。え、匂いたい。マンゴー。あ、好香啊！
这个超香的。めっちゃマンゴーの匂いします。这个超级香。嗯，マンゴーだ。好喝吗？好喝。那パイナップルと比べたら？パイナップルかな。やっぱりパイナップル買ってる。ちょっと後味苦いのが残ってる。日本はこういうのある？日本のはやっぱなんかビールを強くしてる気がする。台湾のはなんかパイナップルだったらパイナップル、マンゴーだったらマンゴーの強みをなんか生かしてる気がする。我希望你快把他们喝完的。アルコール分 2.8% とかなんで全然飲みやすい。なんかジュースみたいなね。こんだけ俺飲んでもまだ酔ってないんで。然后最后一瓶呢，是我们台湾啤酒的果微醺的荔枝口味。这个酒呢有 3.5%， 然后果汁含量有 9% 以上。这里写甜美浪漫。果物大国だね。そう、そう、そうなの。果物大国で言われてる。本当に。南の方だからやっぱり湿気あるし、なんかすごい豊富なのそういう果物。育てやすいんだ。そう。あ。お。あ。ピーチじゃない。ライチ。好香哦！いい匂いだね。这个好香。嗯，うまい。我喜欢这个。哦，喜欢呐。好甜哦。え、美味しいね。飲みやすいと思う。これね、女の子も飲みやすいんです。これいいね。台湾ライチビール。美味しい。ビールじゃなくてカクテル。確かに。ライチカクテルみたいな。確かにカクテルだ。こんな感じする。これ普通に居酒屋があったら頼みたい。私は。これ頼んでる女の子はちょっとあざといんじゃないのみたいな思ってんじゃないの。そんなのないと思う。何？今日は4つの台湾ビールを飲みました。普通の台湾ビール、还有台湾啤酒的水果系列的芒果口味、还有台湾啤酒水果系列的凤梨口味。那最后呢是台湾啤酒果微醺的荔枝口味。ふーちゃんどれが一番好きなんでしょう。それはなんか皆さんもちょっと予想できるかな。皆様も当ててみて。私も当ててみたい。ふーちゃんが好きなやつ。じゃあちょっと1位から4位で当ててみて。え、それちょっと難しくない。俺側から1番で並べて。これでしょ絶対。おお。と思います。1,2,3,4 と思います。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ズズ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 。正解。え、嘘。全部合ってる。え、嘘。いや、本当この順で好きです。え、嬉しい。え、嘘、本当に。本当この順です。いや、まずもうパイナップルはマジでハマりました。これは本当毎日飲みたいぐらい本当に好きです。ライチは本当ね、ビールの味があんましない。本当すごい飲みやすい。これは本当にビールっていうよりかはジュースな感じで、もうグイグイ飲んじゃう。で、まあマンゴーはマンゴーで普通に美味しかったんですけど、個人的にはちょっと最後のビールの味がちょっと強かったのかな。で、まあビールは普通にビールだったんで、まあ、個人的にそこまでビールがまだ好きじゃないんで、まあ、飲みたくなる時はありますけど、でもやっぱり果実酒的な味の方がまだ好きだなと思いました。文章下的菜一包都还没吃完，他可是他这个每瓶酒都几乎已经快把它喝完了。結構酔ってきたよ。酔いやすいのは別々の種類のものをバン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 飲んでるとすごい酔いやすくなる。で、今回は4種類飲んでるからすごい酔いやすい。今回はようやく文章がずっと飲みたかった台湾ビールを飲みました。シリーズ缶も飲みました。俺が嬉しかったのが、もう本当はルーちゃんってビールとかすごい苦手なんですよ。今回のはルーちゃんもちゃんと飲んでくれたっていうことは、普通に炭酸が苦手な人でも飲めるってこと。私これが一番好きです。 それはすごい嬉しかったんで、ルーちゃんと夜俺がパイナップルピーチを飲んで、ルーちゃんがライチビール飲んで、みたいなのやりたいなって思います。確かに楽しそうね。しかも今は東京タワーも見れるから。那不知道大家有没有推荐台湾其他口味的啤酒？因为我们这次就只有买到这四种。如果其他推荐的口味的话呢，也欢迎在下面留言跟我们说。就是我们如果找到的话呢，也想喝喝看。特にね、果実ビールすごい好きなんで、皆さんのおすすめあったらぜひ教えてください。お願いします。好的，谢谢大家今天看我们这一次影片，真的很谢谢大家每一次就都来看我们的影片，还跟首播，就真的非常的高兴，非常感谢大家。谢谢。我当下已经整个有点小醉了。好，那我们这次影片就这样子啊，那我们下次影片再见。等一下把这些啤酒全部喝完，拜拜。拜拜。文旦は酔っちゃったらめっちゃ笑います。君と終わらない歌。